とある野菜村に住む村人さんのお話です。さあ、村人さんは家から出てきてある場所に向かいます。今日もすくすく育ってるかな、見に行こう。ルンルルンルンルルン。村人さんは自分の野菜畑にやってきました。うわ、今日も元気にすくすく育ってるか、息子たちよ。さあ、毎日日課の水やりです。よいしょよいしょ。水やりを終えた村人さんは足早に帰っていきます。ふう、今日もたくさん水をあげたぞ。よし帰ろう。よし、明日また来るからな。村人さんは駆け足で自分の家に帰っていきます。お昼寝でもするか。こうして村人さんはお昼寝飛びながら次の日の朝まで寝るのであった。野菜たちを見てみよう。俺の番飛ばした。あいつさ、最近は遅く寝てるの。さあ、今日も野菜生活始まるぞ。ピンジンよかな、ピンジン。俺の友達なんだけどな。いやー、これみんな出てくるから分かんなくなっちゃうんだよね。あ、ピンジンいるかな、ピンジン。誰かが私を探している。あ、声聞こえた。ピンジンどれだろう、みんな。ピンジン探して、みんな。ピンジンどれだ。ピノー、ピンジン。あ、ピンジンはどこにいるでしょうか。あ、これだ、これでしょ。あれ、あ、これだ、あ、これだ。ピンジン、チェ、バレてしまった。あー、久しぶりだね。うん、いやー、なんだかね、あれ、どっちだどっちだ。え、いや、こっちだろ、どう考えても。こっちこっち。どっちどっち。こっち。あ、こっちだいや、少し前に野菜泥棒来たの覚えてる。うん。いや、怖かったね、あれね。うん。いや、まあ、なんとか撃退できて、村人さんがすくすくね、育ててくれて、もう野菜たちがこんなにも増えましたね。皆さん、今日ちょっとさ、外出て遊びに行こうよ。また行こう行こうよ行こうよ。いいよ、行こうぜ。こっちこっちこっち。仕方ないな、一人で怖いんだろうな。いや、怖くねえよ、別に。はい、来いよ。こっち？オッケー、そう、こっちこっち。うわー、もう雪だね。あ、季節はもう冬か。冬だよ。わー、すごいすごい、本当だね。冬の景色になっちゃったな。ねえ、風も吹いてるね。そうだね、今日風強いし、なんか最近嵐多いみたいだから気をつけような。うん、うん。ね、皆さん、こっちこっちこっち。ここになんとね、見て、雪がね、積もってんだよ。おお、ここで雪だるま作り対決しよう。もういいね。どっちがうまく作れるか勝負しような。あ、ピンジンくん、ちょっと一つ言い忘れたんだけど、人参って、嫌いな人多いらしいぜ。なんでそんなこと言うんだよ。みんなも人参そんなに好きじゃないけど。あ、そうなの。いやー、ごめんごめん、大根はね、もういつでも人気者だから、ごめんね。おでんにも入ってるしね。でもさ、なんだよ、大根ってさ、うん、マインクラフトの中にアイテムとしてないんだぜ。いやいやいや、そら今度追加されるんでしょ。どうやっぱり野菜の中でメジャーじゃないってことだよね。お前バカにしてんな。やる。どっちが人気かはっきりしとく、ここで。でも雪だるまが下手くそな方が人気ないってこと分かったか。いいぞ。あ、じゃあな。よし、できました。よし、できました。よし、できました。チロルです。ピノさん、できましたか。できました、できました。じゃあピノさんの方から言っていい。ピンジンです。ピンジンの、あ、ピンジンさん、こんにちは。こんにちは。ピンジンさんの雪だるまじゃあ見させていただきますね。はい。ででーん、ででーん。おお、どうですか。お、いいじゃないですか。確かに。どう、アヒルみたいだね。おお、アヒル。頑張って泥を固めて作った感じしますね。雪ね。じゃあ来ますか。うん。もう心臓飛び出さないでくださいね、びっくりしすぎて。心臓が飛び出す。はい、行きましょうか。こちらが白根作雪だるまです。何この形、どうやって作ったの。これは俺が作ったの、必死に。これ誰。いやいや、これ俺の友達、中山の大根さん。あ、まあもう死んでたから。勝手に殺すな。もうなくな、そうそう、これ生きてるから。うん、一応貸してもらったの、体。なるほどね。うん、これチロル作雪だるこん。確かにこれは雪だるこんだ。でしょ、すごいでしょ。うん、はい、それでチロルの雪だるこんのがね、うまかったということでいいですかね、皆さん。うまいけど、なんかこれはマイクラ上にあるのかなって思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。いや、疑問に思うかな、これ。思うでしょ。じゃあまた明日迎えに来るから。
そこで待っといてね。明日なの？うん、明日。でね。ここへ陣でない？はい、ということで、じゃあね。今日はもう眠りにつきましょう、皆さん。はい。皆さん、後ろだね。ひろる前ね。あららら。夜になると、天気が怪しくなってきました。そう、ものすごいトルネードが発生してしまいました。すごいトルネードですね。うん、大丈夫これ。うん。すごいメリメリいってるけど、これ。大丈夫これ。あ、ごめん、ナレーションだね。このハリケーンで無事なのでしょうか。いや、無事じゃないやろ、これ。これ。いや、すごいことになってる。これ大丈夫？ヒロコン！え、ピンチ大丈夫これ。やばいやばい、これ大丈夫。実況どころじゃないよ、これ。もう、おーおー、もう、すごい、これ。もう人死んじゃうよ、これ。死人が出る、これ。おー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 、もうこれ、おーおーおー、これすごいね。うん。今夜はすごいトルネードでした。みんな無事なのでしょうか。次の日、村人さんは足早に野菜畑に向かいます。なんじゃこりゃー！みんな大丈夫かー？おぉ、すごい被害だ。小屋がこんなにボロボロに？村人さんは走り回って状況を確認します。なんてこったー。村人さんは下を向きながらお家に帰っていきます。これはもう生活できないわ。まあ、一旦帰ってちょっと落ち着くか。帰ってしまいました。うわー、すごいことになってんなこれ。昨日ね、ハリケーンすごかったんだよな。若者もこれ飛んでっちゃってんな。しかもみんな台風でビビって出てこねえな。ちょっと俺だけ出るかこれ。よし、出てきました。おいピンジロー、おいピノジロー、ピンジン、おい、ピンジン行ってこいよ。どっか飛んで行っちゃったのかな、ピンジン。確か俺の後ろだったよな、ピンジン。おーい、ピンジン。なんだ。大丈夫か、出てこい、出てこい。眠いんだよ。寝てたの。結構すごい嵐来てたけどね、昨日。もう音とか仲間とか飛んで行きましたけど、よく寝てたね。起きてくれる？何事だ？何事？起きて起きて、やばいよ、これ。おい、出てきたか、ピンジン。何事だ。やばいぞ、見て。なんだこれは。昨日寝てたの本当に。うん。嘘だろ。昨日結構すごいトルネード来たけどね、うん、マジか。あ、朝の村人さん見てないの。じゃあピノさん見てないね。え、この農場のね、後見てからもう悲しんで帰っていっちゃったよ。嘘。いつもしてくれる水やりもしなかったよ。世話してくれなかったってこと。そうだな。まあ、もう多分心にね、傷を負っちゃって帰っちゃった。もうお水くれよ。そういう問題じゃないでしょ。いや、これね、とんでもない嵐が来て農場がもう吹き飛んで、しかも仲間もなんかいなくなってる。ピトさん、お水。お水じゃないでしょ。お水どころじゃないのよ。仲間見てこれ、ほら、いなくなったんだ。いや、飛ばされたんでしょうか、台風で。みんなどうして出てこないんだ。やっぱりみんなも眠いのか。すげえよ、みんな怖がってんのよ。トルネードが怖すぎてみんな隠れてんのよ、これ。もう無理に起こさないとこ、これ。俺たちでどうにかするしかないんじゃないか、ピンコ。大変だ。どうする？人参が、とりあえずあれか、神様のお供え物に確か人参がぴったしだったから、人参を置いて、もう来ないでくださいみたいなお祈りしとくか。いや、チロコン。なんだよ。チロコンをてるてる坊主みたいに吊るそう。やめろ、残酷だな。よし。やめろやめろ。この案でいこう。いやいや、それ。まとまったな。それ丸くくり抜かなきゃいけないから、多分。なんか首絞めるみたいになるから。ダメ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 か。ダメでしょ、普通に考えて。俺ね、屋根がこれ木だからダメだと思うんだよね。確かに石とかだったらさすがに吹き飛んでいかないと思うんだよね。これ屋根がちょっとね、ボロすぎるんだよな。石持ち上げられそう。まあ頑張ったらいけるな。石で建築できる。まあできるできる。うわ、それよりもちょっと一回確認したいことある。俺の昨日作った雪だるこ覚えてるか。うん。あれが無事か見たいんだけど、行っていい？いいよ。何でしょう。見てほら、うわ、なくなってんじゃない。雪だるこがいなくなって。いないの。あ、ほんとだ。雪だるこ。おー、こっちの下手くそもいいんだよ、ボコボコでさ。生きてるな。いや、生きてる、死んでるよ、元から。俺の雪だるこいなくなってるわ。え、どこにいたんだ。やっぱり強度が弱すぎて飛ばされたんじゃない。トルネードで飛んでいったんだろうな。
まあでもそれよりもまずこのね、今晩ね、もしかしたら嵐来るかもしれないから、うん、それまでに屋根の修復行きましょう。はい、よし、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、急げよ。いつも水やりしてくれてる村人さんのために、ここは俺たち恩返しだ。あー、ピンジン、反対側できてるか。ピンジン、順調だ。あ、順調か。ついでに雪だるくん落ちてないかちょっと探しといてくれ。うん、ないないない。探したか、本当に、うん、本当に探したのか。早いな、返答が。ないよ。俺たちのために、あ、間違えた、あの村人さんのために強化していくぞ。そうだ、俺たちのために。違う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 、村人さんのためにな。よいしょよいしょ、俺たちのために。違うよ、村人さんのためにな。うん、いや、まあ俺たちのためか。うん、まあ、村人なんてどうでもいいけど、俺たちのために、村人さんのために。どっちだよお前は。好感度を上げていく。お前好感度上げてんじゃねえよ。なんということでしょう。ピンジン、チロコンによる二人の共同作業により、あのボロボロだった屋根が石に生まれ変わりました。さて、今夜の嵐は防げるのでしょうか。あー、すごい時間をかけて作り上げたな、ピンジンよ。ピンジン、できたな。できたな。よくやったな、よくやった。お疲れ。今日も嵐が来たら、うん、多分大丈夫だと思うけど、もしかしたらもう俺たち会えないかもしれないから。そうだな。今までありがとな。さよなら。さよなら。もう寝ようぜ、じゃあ。それでは夜の様子を見てみましょう。特に変わってません。あ、なんと今回もトルネードが発生です。さあ、石の屋根はどんな防御力を見せるのか。一体中の様子はどうなっている。あ、全然動いていません。これが石の屋根の力。全く物が動いていません。うまくいったみたいです。なんといい話。これでみんながつく。あ、うん、あ、そっちはダメじゃないかな。うん、あ、うん、なんかボロボロ出てきるね。あー、でも人死んでるね。うん、村人さーん。